ビクトル一世モーリッツ・カールは、ドイツのシュタンデズヘル、政治家、ラッティボール公、コルバイ公。1840年までは、ビクトル・エルプ・プリンツツ・ホーエンドオエシリングス・フィルストと名乗っていた。ホーエンドオエ家の一員である、ホーエンドオエシリングス・フィルスト公フランツと、その妻でホーエンドエランゲンブルク公カール・ルート・ビヒの、娘であるコンスタンツェの長男として生まれた。弟に、 バイエルン最小、ドイツ帝国最小となった、クロートビヒ、スーキ教となったグスタフ・アドルフ、オーストリア区内長官を務めた、コンスタンティン、母方の、呪名に、ドイツ皇帝ビルヘルム2世紀の皇后、アウグステ・ビクトリアがいる。家庭で教育を受けた後エルフルトの、プロイセン王立ギムナジウムに通い、その後ゲッティンゲン、ボン、ハイデルベルク、ローザンヌで法学と現代書語を学んだ。 またスイス、イタリア、フランス、イングランドにも旅行している。ビクトルは、ギリノージュであった、ヘッセンドーテンブルク砲白ビクトルアマデウスから遺産を、相続した。ベストファーレンの旧コルバイ修道院領、オーバーシュレージエンのラティボール公爵領である。これらの領地は3万4000ヘクタールの広さを有し、かなりの規模の森林地帯を含んでいた。1841年に、ビクトルの父が死ぬ。 前年の1840年10月15日、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム4世はビクトルに、公爵位を授けた。1845年、ビクトル1世は、フィルステンベルクコーカールエゴン2世の娘アメイリエと結婚し、まニ10人の子女を設けた。長男のビクトル2世、アマデウスが後継ぎとなったほか、4男のマックスは在スペインのドイツ大使に、 六男のカールはプロイセン領ベストファーレン県知事となった。青年時代に徴兵された時、ビクトル一世は、騎兵隊に勤務していた。1850年代、彼は軍事演習では何度も、第二公衛兵連隊を率いた。1866年の広島戦争と1870年の不仏戦争では、西予派ネ騎士団、主霊自演支部の団長として、 有志の看護兵団を組織した1872年には、名誉的な騎兵隊司令官の地位を与えられている。1847年、ビクトル一世はプロイセン統一議会の領主化問題表の議員となった。また1856年から1893年まで、主霊支援の県議会で議員でもあり、何度も県議会議長などの住職に就いた。 また1867年から1870年まで北ドイツ連邦議会、1872年から1890年までドイツ帝国議会の議員を務めた。また、1854年から1893年までプロイセン貴族院議員でもあり、1877年から1893年まで同院の議長だった。 ビクトル一世は自由主義的保守主義を報じる貴族の一人で、超保守主義者たちとは違って、政治改革を頭ごなしに拒絶する立場は取らなかった。こうした立場から、彼は、オットー・フォンビスマルクの支持者となった。ビクトル一世は自由保守党の共同創立者となり、同党の代表に就任した。恵まれた親戚関係のおかげで、ビクトル一世は、国際的なコネクションの網を持ってもいた。 ビクトル一世は1870年より、聖ヨハネ騎士団、イジエン支部の団長だった。彼は、解明的カトリック信徒であり、当時復興しつつあったウルトラモンタニズムには反対した。第一場地漢公会議が開催された時、ビクトル一世は、自分の所属するカトリック教会と対立した。しかし1873年以後、 国内でカトリック信徒に対する迫害が強まると文化闘争を支援するようになった。こうした揉め事の結果、西洋派根騎士団の主霊支援支部は分裂し、ビクトル一世は支部団長の地位を失った。ビクトル一世は政治家として活動する一方、社会、事前組織の支援者、文化の講演者としての側面も持っていた。1860年、公爵は アウグスト・ハインリヒ・ホフマン・フォン・ファラース・レーベンをコルバイ公爵家図書館の司書として雇い援助した。ビクトルはベルリン美術工芸館の協会理事長を務めた。また1867年のパリ万国博覧会と1873年のウィーン万国博覧会で審査員を務めている。また公爵はベルリンの国会議事堂のすぐ近くに宮殿を所有しており、この宮殿は 貴族や大ブルジョは文化人のたまり場になっていた。ありがとうございます。